源氏物語源氏物語の登場人物紫の上紫の上,紫の上は源氏物語の登場人物。光源氏の妻の一人、光源氏に次ぐ主要な人物である。容姿と共に知性、性格、再芸などでも理想的な女性として描かれる。はじめ紫の君、後に光源氏の妻となって紫の上と呼ばれる。紫の名は古今集の造花。 紫の人もとゆえに、武蔵野の草は見ながら、哀れとぞ見るにちなみ、源氏の永遠の女性である藤壺の演者であることを遠曲に表す。また、上の故障が示すように、源氏の正彩画として、源氏にも周囲にも扱われるが、正式な結婚披露をした北の方ではない。源氏物語について語るとき、幼少時の紫の上を赤紫と呼ぶことがある。 源氏物語は古くは紫の物語などの名称で呼ばれることもあり、これは紫の上に由来すると思われる。さらには作者の通称の紫式部も紫の物語等に由来すると一般に考えられている。父は兵部巨偶、母は宮の精細ではないあぜちがいなごんの娘、藤壺の名にあたる。若紫の城に初めて登場し、以後、 後方まで登場する。制裁による圧力のために、父兵部境遇の訪問は魔道で、生まれてすぐ母は亡くなり、その後は、母方の祖母である北山の二君に育てられた。大おじ想図によると、母親が亡くなって14年たち、北山に病気療養に来ていた光源氏に、垣間見られる。この時源氏は、幼いながらもその藤壺と生き写しの容姿に一目で、惹かれ、 さらに富士望の命であることを知り執着を持つようになる。祖母の死後、父に引き取られるはずであった若紫を略取した、源氏は、自邸の二条院において、周囲には、彼女の蘇生を隠しながら、理想の女性に育てる。源氏の最初の制裁である青井の上の没後に、源氏と、初床となり、囲碁校に、制裁同様に扱われる。囲碁は、光源氏の妻退院時期を除き、 常に、源氏の傍らにあった。紫の上が妻として扱われるようになって初めて、父兵部境遇にも、行方不明であった娘が、源氏の元にいることが知らされた。兵部境遇は初めこれを歓迎したが、源氏が妻に陰性した時には、右大臣の牽制を恐れて、紫の上を支援しなかった。このため源氏は帰境後は、兵部境遇を礼遇することになる。紫の上には、 子供がなかったため、源氏は、赤子の君が産んだ女の子を、紫の上の幼女とし、将来の高校補として育てさせた。また、赤子中宮野の,の10代後には、中宮野の,の産んだ女一宮と三宮を養育しており、特に愛した二大宮には遺言で二条院を残した。源氏の最愛の妻である一方、源氏の子を産んだ、赤子の味方にはたびたび嫉妬し、 また、朝顔サインと源氏の結婚の噂が立った、時には動揺もしたが、六条院の春の町に移って、以降は、名実ともに、源氏の政府人として、春の上、北の方刀と呼ばれ、要望も心ばせも完璧な女性と謳われて、本人もそれを誇りに思っていた。しかし実習を持たず確かな貢献ある制裁でもなかった、ため、 須作院の女三宮のの効果が決まったときには、衝撃を受け、自分の身の不安定さに改めて気づかされ、苦しんだ。紫の上の悩みに気づかぬ源氏と次第にすれ違いを、重ね、その振動から37歳の役年に重病にかかり、療養のために二条院に移り、その後数年に生きるも完全な回復を見ることはなかった。しかし結局は、 女三宮の至らなさなどもあり、他の妻たちよりの遥かな優位を失うことはなく、だんだん赤子を始め他の妻たちとの関係も穏やかになる。晩年は盛んに出家したい心境を訴えたが、最後までそれを許されぬまま、源氏に先立って病没した。彼女の完璧さを頼りに安堵しきっていた源氏は、悲嘆の中で改めて彼女が隠してきた苦悩と孤独を痛感し、 その後の一年余り紫の上を忍び続けたことが、幻巻で綴られ、源氏物語の第一部は閉じる。紫の上の年齢にはやや不審もあるが、源氏より8歳程度から10歳年下である。若菜巻において、37歳の役年と明記される箇所があり、これに従うと10歳年下となる。一方、若紫巻で登場した際に、 14年前に実母が病で亡くなっていると説明があり、1十から十一歳、数え年で十二歳ほどだったことになる。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、紫の上は北山の世にいた時を、十歳の頃としている。ありがとうございます。